煎茶の茶葉煎じた、煎茶煎茶は、緑茶の一つ。また、日本でよく飲まれるお茶の一つ。競技の煎茶とは日光を遮らずに栽培し、新芽を使い、何段階にも分けて、茶葉を揉みながら乾燥させていく製法の緑茶である。講義の煎茶とは、茶葉を揉まずに乾燥して粉末にした抹茶に対して、茶葉を湯に浸して、成分を抽出する煎茶のことを言う。 玉露やかぶせ茶は、栽培方法で日光を遮る点、また番茶は大きな葉や茎を使用する点において、競技の煎茶と異なる。お茶を挟んで挨拶する女性。1931年煎茶とは緑茶すなわち、不発酵茶の一種である。緑茶は、加熱により早い段階で、茶葉の発酵を止めることで作られる茶のことで、日本では情熱により茶葉の酵素を失活させて、 製造する方法が主流である。中国では、釜で煎って加熱する方法が一般に用いられる。当初の、煎茶は、文字通り、煎汁茶の意味で、茶葉を茹で煮出すことによって、成分を抽出するため今日のように急須で手軽に入れられるものではなかった。中世以降の日本における茶の服用方法には、煎じ茶と茶葉を薄ですりつぶした、引き茶があり、 当初は摘んだ茶葉を吹かすか湯がくかして、酸化酵素の働きを止め日光とホイロにより乾燥させるものだったが、近世にはもみの工程が入るようになっていった。長谷草園が青製煎茶製法を開発したことにより現在の煎茶の製法が確立、普及し、山本貨幣が江戸で煎茶の商業的成功に至ったことにより、急須で出せる茶は現在の日本茶の主流となっている。 明治時代以降、手もみに代わる、能率的な機械製法が考案され、現在では、情熱、ほぼもみ、十年、中もみ、性もみ、乾燥の6工程で製造されている。品質としては、形状が細く針状のものを量とし、後期は、特に一番茶芯目の新鮮な香りを保持したものが良い。また、地味には特有の旨みと、適度な渋みのバランスが重要である。 このような品質上の特性を重視することから、その製造工程においては、茶葉の短時間の情熱とそれに続く低温乾燥というきめ細かな注意が払われている。茶葉は一番茶と二番茶の早つまみのものを用いるが、収穫前に棚に寒冷車などの多いをかけて、日光を遮る玉露とは異なり、終始露天で栽培される。 一般に摂氏70度前後のお湯で入れ、1から2分浸出する。甘みと苦み渋みの調和が取れるのが良いとされる。急須に1人当たり2から3グラムの茶葉を入れ、お湯を注ぐ。上級の煎茶で摂氏70度、中級煎茶で80、摂氏90度が適している。30秒から2分待ち、茶碗に少しずつ順番に注ぐ。水出し緑茶は、急須に茶葉を多めに入れ、 冷水を注いで5分待つ。専用のティーバッグを使う。お湯で入れて、氷に注ぐ方法もある。文部科学省、日本食品標準成分表2015年版、煎茶と緑茶の違いとは用語の意味を知ってお茶をさらに楽しむ。煎茶道、東京。2021年6月5日閲覧。日本茶の入れ方。NPO 法人日本茶インストラクター協会。 2017年4月24日閲覧。美味しい冷茶の作り方4つの方法。All About。2017年4月24日閲覧。ありがとうございます。